ゲームスタート！よっ、それでは、はい、ロード完了。それじゃあ今回もよろしくね。もう、シナリオモードだ。あ、はい、ロード完了。それじゃあ、いってらっしゃい。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。はははははは。ジュリアナ、君も来てたのかい？ああ、でもなんかおかしくないか？え？わざわざレースをやるって招待状を送りつけてきた割には出迎えも何もないんだよ、この大会。うん、それは僕も感じてた。確かにこれだけ設備が整った島にしては人の気配が少なすぎる。オフィシャルもいないしね。だろ？普通こういう島の大会ならさ、開会式とか主催者のご挨拶とか選手先生とか美味しいごちそうとかあったかい温泉とかあってもいいはずだろ。あ、いや、あの最初の方はともかくごちそうとか温泉とかはないと思うけど。まあそんなことはどうでもいいけどさ。でも招待状以外何ももらってないんだよ私たち。やっぱり普通じゃないよここ。うん、僕もそう思う。でも引き返すつもりはないよ。ん？レースに参加した以上逃げるわけにはいかないからね。主催者が何を企んでいるのかも大会に優勝すればわかることさ。へえ。いつもは冷静なビクトリーズのリーダーが今日はやけに熱くなってるじゃないか。まあね、ここで逃げ出したら後でゴーのやつに何て言われるかわからないしね。それにせっかく強敵とレースできるチャンスだ。逃げるなんてもったいなくてできないよ。ああ、私だって逃げ出すつもりなんかこれっぽっちもないよ。絶対優勝してコーチのとこへ胸張って帰るんだからね。ああ、それじゃ勝負だ、ジュリアナ。あんたには悪いけど、ここで消えてもらうよ。ま、ざっとこんなもんさ。ソニック、よし、やられた。さすがカイ君のマシン。世界グランプリのままだとは思ってなかったけど、まさかここまで速くなってるなんて。どうだい、パワーアップした BS ゼブラのスピードは。大したもんだ。ピークスパイダーがベースな分基本性能が高いのは分かっていたけど。乾杯だ、君にもカイ君にも。まあ正直私もビクトリーズのマシン相手にここまでやれるとは思ってなかったね。おかげで自信がついたよ。
マシンもそうだけど、君自身の実力も以前よりかなり上がったと思う。当然さ、前回のグランプリで果たせなかった本当の完全なる勝利のために、私たちは猛練習を積んできたんだ。次のグランプリ、優勝はサバンナソルジャーズがいただくよ。僕も今の勝負で自分の甘さを実感したよ。でも次はこうはいかない。私もお前がこれで終わりだとは思ってないさ。次の勝負期待してるよ。久しぶりだぜ。お前はクールカリビアンズの？イエーイ、ピーコーね。相変わらず陽気なやつだね。その調子じゃ初戦は勝てたみたいだけど、少しは早くなったのかい？ああ、俺たちグランプリ終わってからすごく練習した。ジャミンも最高に早くなったぜ。そうかい。でも悪いね、私の BS ゼブラは多分お前のマシンよりもっと早くなっちまったよ。大丈夫、今日のジャミン最高のリズム、誰が来たって負けないぜ。へえ、大した自信だ。どうやらただのハッタリってわけでもないみたいだね。なら一丁確かめてみるか。オッケー、ジャミンの速さ見たらお前きっとびっくりするぜ。それはこっちのセリフだよ。私はこの BS ゼブラで完全なる勝利をつかむんだ。いくら速くなったからといってもグランプリで私たちより成績の低かったやつに負けるわけにはいかないよ。確かに俺たちグランプリでビリだったけど、今は違う。この勝負勝つのは俺さ。いいさ、どっちが早いかは勝負すればわかるよ。でもあいにくここは完全なオンロードだよ。オフロードタイプのジャミンには不利じゃないのかい？今のジャミンのリズムならどんな道も関係ない。心配無用だぜ。そうか。ま、何にしても手を抜くつもりはないけどね。全力で行かせてもらうよ。覚悟しな。オッケー、レーススタートだぜ。ま、ざっとこんなもんさ。ジャミン、勝負あったね。悪いけど私の勝ちだよ。ジャミンのリズム悪くなかった。でもお前それ以上に速かった。乾杯。ま、私が勝てたのはオンロードコースだったってのもあるからね。ここがオフロードだったら勝ってたのはお前かもしれないよ。確かにオフロードならジャミンもっと速かったかもしれない。でも言い訳するつもりはないよ。そうか。でもお前のマシンが予想以上に速くなってたのは分かった。次のグランプリクールカリビアンズが前回と同じチームじゃないってこともな。ああ、次のレースは負けないぜ。望むところさ。頑張れよ。
誰だお前。一文字列也。へえ、聞いたことないね。お前もレーサーかい？まあな。でもお前らとは実力が違うぜ。それは私に向かって言ってるのかい？お前以外に誰がいるんだ？そりゃそうだ。でもそういうことは人を見てから言った方がいいよ、坊や。お前が世界グランプリのレーサーだからか？別に。ただお前みたいな坊やが吐くセリフじゃないってことさ。お前らグランプリレーサーの実力は大体知ってる。それに俺が坊やかどうかも勝負すればわかることだ。見かけだけで人を判断しない方がいいぜ。へえ、お前にこの私の力がわかるってか？あまり調子に乗るんじゃないよ。相変わらず一斉だけはいいな、グランプリレーサーって。遅いくせに。もう頭きた。少しお仕置きが必要みたいだね。来な、相手してやるよ。そのマシン、バトルレースもできそうだな。どうせ正々堂々勝負しても勝てないだろうから、別に仕掛けてきても構わないぜ。そういうセリフは私に勝ってから言うんだね。せっかく親切で言ってやったのに。ま、いいか。 BS ゼブラの実力見せてやるよ。ま、ざっとこんなもんさ。バカな、こんなやつに俺が負けるなんて。こんなやつで悪かったね。お前も今度からは走りを見てから物を言いな。くそ。ま、威張るだけあって少しは楽しめたけどね。でもまだまだ BS ゼブラの敵じゃないよ。悔しかったらいつでも来な。私はサバンナソルジャーズのジュリアナ。マシーはこの BS ゼブラ。逃げも隠れもしないよ。覚えていろ。次は必ず。ま、性格はどうであれ、根性があるのは悪くないよ。頑張りな。それじゃ、先に行かせてもらうよ。どうしちまったんだ俺は。私以外にも女のレーサーが参加してるなんてね。ミニ四駆を走らせるのに男も女も関係ない。それに女の子がどうとか言うやつほど大したことないやつが多いからね。それは言えてる。そのマシン、私の BS ゼブラがどうかしたか。 BS ゼブラ。ああ、サバンナソルジャーズが誇る最強のマシンさ。こいつで私は今度こそ完全な勝利を目指すんだ。まさかこんなところでそのマシンに出会えるなんてな。運が悪かったね、あんた。
そのマシンじゃ完全な勝利どころか、逆立ちても私のファイアースティンガーには勝てないよ。へえ、随分と知った風な口を聞くね。お前に BS ゼブラの何がわかるってんだ。わかるさ。どんな改造をしたか知らないけど、所詮ベースはビークスパイダー。パパが作った最強のマシン、ファイアースティンガーの敵じゃないよ。どうしてコーチのマシンを知ってるのか知らないけど、気に入らないね。お前こそ、そんなマシンで BS ゼブラに勝てるとでも思ってるのかい。私の言ってることが本当かどうか、レースをすればわかる。そうかい。それなら相手になってもらおうか。悪いね。時代の違いを教えてやるよ。ま、ざっとこんなもんさ。時代の違いがなんだって？そんな、私のファイアースティンガーが、そんな旧式のマシンに。どうもこの大会、口の利き方を知らない奴が多いね。私の BS ゼブラは、一体いつから旧式になったんだい？でもそのマシン、ビッグスパイダーがベースなんじゃ。そうさ。でも多分お前が知っていた頃のマシンじゃないよ、きっと。え？外は同じでも中身は日々進歩してるってことさ。これに懲りたら次からはあまり外見だけで判断しない方がいいよ。それにマシンの速さは新しい古いで決まるもんじゃないよ。覚えときな。君はジュリアナ。ビクトリーズの J か。いいところで出会えたよ。探してたんだ。僕かい？そうさ。お前とは一度一対一でやってみたかったんだ。え？どうして僕と？カイコーチが言ったのさ。もしお前と差しで勝負するチャンスがあったら、次のグランプリのためにも今のお前の実力を見極めてこいってね。カイが。お前とコーチ昔知り合いだったんだろ。グランプリで仲間のサポートに徹してたお前の走りを本当の実力だと思ってないんじゃないのか。カイ、コーチが間違ったことを言うとは思えない。勝負には勝たせてもらうけど、コーチにはきっちりと報告させてもらうことにするよ。ジュリアナ、僕は世界グランプリで実力を隠したつもりなんて全くない。彼は僕を買いかぶりすぎだけど、それはチームプレーを考えた上での話だろう。チームの勝利を考えてサポート役に徹するのも立派な実力さ。ふん、まあいいさ。そんなことレースすれば分かることだからね。それにカイコーチがそこまで評価するお前の全力ってやつ、私も興味あるよ。今回はチームプレーをする必要もないだろ。僕はいつだって全力だよ。でも確かに今回はチームのことを考える必要はないからね。エボリューションの力を見たいのなら見せてあげる。ただし
悪いけど君の敗北と引き換えだ。ふん、面白い。見せてもらうよ。ま、ざっとこんなもんさ。バカな。エボリューションもグランプリの時より力は上がっているのに、一体 PS ゼブラはどんな調整を施したんだ。なるほど、確かにカイがうるさく言ってただけのことはある。お前ほどのレーサーがサポート役に回っているんだ。道理でビクトリーズが強いはずだよ。いや、驚いたのは僕の方さ。正直 BS ゼブラのポテンシャルがここまで高くなってるとは思ってなかった。僕の負けだ。さすがだよ、君もカイ君も。ま、対ビクトリーズ専用の特訓の成果が出たかな。おかげでこっちはグランプリ前に手の内を全部見せちまったけどね。うん、確かに見せてもらった。僕のエボリューションもこれでもっと速くなるはずだ。悔しいけど今回は勝ちを譲る。でも次に対戦した時に勝つのは僕だよ。ああ、楽しみにしてるよ。君は…おや、ずいぶん意外って顔してるね。私程度のレーサーがここまで勝ち抜いてきてるのがそんなにおかしかったかい？あ、いや、すまない、そんなつもりは。冗談だよ、相変わらず真面目なやつだね。シルバーフォックスのユーリカ、せっかく順調に来たっていうのに厄介な相手に当たっちまったもんだ。個人能力だけで見ればお前はグランプリ参加メンバーの中でもトップレベルのレーサーだからね。いや、そんなことは。で、私が言ったんじゃないよ、コーチがそう言ってたのさ。コーチ？ああ、君たちに新マシンを持ってきた彼か。そう、まあコーチは間違ったこと言わないから多分そうなんだろうね。私もお前の走りを見てないわけじゃないからその辺は疑ってないよ。僕も君の走りを疑うつもりはない。少なくとも君らのマシンの能力はかなり高いものだと思っている。そうさ、お前の言う通り BS ゼブラはグランプリであの程度の成績しか出せないマシンじゃない。私は BS ゼブラを授けてくれたコーチにそれを証明するためにここへ来た。この大会で今度こそ完全な勝利をつかんでみせるよ。完全なる勝利？ああ、だから私は最後まで負けるわけにはいかない。もちろんお前が楽に勝てる相手じゃないことぐらい分かってる。でも勝つのは私だ。悪いが負けるわけにはいかないのはこっちも同じ。勝負だ。
ま、ざっとこんなもんさ。手を抜いたつもりはない。乾杯だ。こっちもギリギリだったからね。完勝って言えるほど自慢できる勝利でもないさ。随分といいマシンに仕上がってるみたいだ。まあな、私たちもグランプリが終わってからただ遊んでたわけじゃないからね。これが本当の BS ゼブラの力なのさ。なるほど。ムーバルウィングでさえ進化の一過程でしかなかったということか。僕もまだ甘かったみたいだな。まだこれで終わったとは思わない方がいいよ。次に会った時の BS ゼブラは今日よりもっと早くなってるはずだからね。そうだな。だがこの借りは次のグランプリで返す。僕も帰ったらオメガの調整を一からやり直すとしよう。期待してるよ。早いマシンの方が倒しがいがあるってもんだからね。お前か、高場亮。ジュリアナ。このレースの招待状が来たとき、カイは随分レースに参加するか迷ってたよ。カイは来ていないのか。カイはサバンナソルジャーズのコーチだ。もうすぐ第2回のグランプリが始まる大事な時に、他のメンバーを置いてレースには行けないってさ。そうか、残念だな。カイもお前と走りたがってたよ。口に出さないけど、前回のグランプリ、私たちの力が足りなかったせいでお前らビクトリーズに勝てなかったからね。随分悔しかったんだと思う。はい。だから参加できないカイはこの大会の優勝を私に託したのさ。走れないカイのためにもこのレース私が優勝して完全なる勝利を今度こそ本当に実現するんだ。お前に会えたのはラッキーだったよ。コーチの分まで私が走ってお前を倒す。覚悟しな。お前はこのトライダガーに勝てるか。勝つさ。一対一の勝負でお前に勝って、コーチが決してお前より劣っていなかったことを証明してみせるよ。俺は自分がカイより優れているなんて思っちゃいない。だがそこまで言うなら見せてもらおう。カイがお前に託した走りってやつを。見せてやるさ。勝負だ、高張りよ。ま、ざっとこんなもんさ。勝った。一対一で高場亮に。やられたな。正々堂々の勝負をしたつもりだ。文句ないよな。ああ、俺の負けだ。さすがに甲斐がレースを託しただけのことはある。凄まじい走りだった。私は自分の優勝のために走った。甲斐の代理としてお前と勝負したわけじゃない。でもこれでカイもきっと喜んでくれるはずだ。そうか。
だが本当にカイを喜ばせてやりたいのなら、この後のレースに勝って優勝を決めてくることだ。俺に勝ったところで優勝できなければ、コーチとしてのカイは喜びはしないだろうからな。言われなくても分かってるさ。きっちり優勝して胸張ってアフリカに帰るんだからね。悔しいが、カイのためにも今回はお前を応援してやる。頑張れよ。ああ、カイによろしくな。最終ステージ、初めから分かっていたけど、やっぱり怪しい雰囲気だな。決勝進出おめでとう、ジュリアナ君。それでは最後のステージへご案内しよう。今の声が招待状の差出人。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。なんだここ。ようこそファイナルステージ。どこにいる。ようこそ、サバンナソルジャーズリーダー、ジュリアナ。お前が手紙の差出人か。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。そんなに感謝してるようには見えないけどね。まあ、そんな怖い顔をしないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。本当にそう思ってるのか知らないけど、まあいいさ、レースはできたからね。そうであろう。大会であろうとなかろうと、ここまでのレースは楽しめただろう。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得た君たちの走行データは、我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究のな。ふーん、まあ研究なんてどこのチームでもやってるからね。別に構わないよ。そうか。特にここまで残ったジュリアナ、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。仕上げ？で、私の決勝相手はどうなるんだ？決勝？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって、研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇ったBS ゼブラを破壊してな。何？最強のマシンはこの世に1台でいい。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど、うさんくさかった理由はこれか。でも本気で言ってるのなら相手が悪かったね。はははは。その元気がどこまで持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレースをな。人が気持ちよくレースしてたってのに。行くよ、 BS ゼブラ。
楽しませてよ。ま、ざっとこんなもんさ。ほう、これは意外だったな。意外？バカ言うんじゃないよ。そのマシンで BS ズブラを壊すなんて本当にできると思っていたのか。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしか過ぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいかんな。優勝おめでとう、ジュリアナ君。まったく、全力で目指した完全なる勝利がこれじゃ呆れて物も言えないよ。もういいからさっさと終わらせな。そうか、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪い。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらおうとしようか。なんだと？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て！馬鹿にしてるね。畜生、これじゃ勝っても負けてもあまり変わらないじゃないか。決勝前にレーサーをここに集めたのもこういうことか。まったく汚いやつだ。とてもじゃないけど一回に報告できないよ。まったく、行くよ、ビエッセブロ。
完全なる勝利は見つかりましたか、ジュリアナ。はい、こっち。